回はお顔からデコルテにかけて行っていきます。では蒸しタオルでまず温めます。クリーム塗ってきますね。こちらコラーゲンが入っているマッサージクリームです。テクスチャーとしては結構サラッとした感じですね。拭き取り不要になってるぐらいベタつかないクリームですね。なんかを、ね、塗ってきますね。感触とか力加減はいかがですか？気持ちいいです。痩せていらっしゃるんですけど、鎖骨があんまりはっきり出てないですよね。あ、うん、これはさらにこうちょっとすごい V 字なんですね。問題がない方であればもうちょっとこう肩が下がるので、はい、この鎖骨がねもうちょっとなだらかなというか横に近い感じになるんですけど、はい、結構グッと、詰まった感じで今なってますね。で鎖骨がはっきり出ないのはもうそれもあるんですけれども、もう一個としては老廃物が溜まってしまっていて膨らんだような感じになっているので、うん、このくぼみがすっきり出てないんですね。ね、ちょっと、ね、リンパのトリートメントをしていきますね。はい、でまあ先生に言うとここの辺が張ってることによって、はい、まあ、顎が大きく開かなくなるとかですね。口が疲れやすいとかですね。はいはい、あとはまあ頭痛になるとか、はい、よく眠れないとか、はい、そういうことも出てきてしまいますね。ちょっと嫌な感じですかね。はい、はい、痛いです。痛いですね。鼻が強いので、はい、非常にほとんど力入れてないんですけれども滞りがあるので、はい、まあ、やっぱり痛く感じやすくなってしまっていますね。最初が一番辛いので、はい、やるに従って、はい、痛みは和らいでくると思います。はい、
気持ちいい。はい。結構考え事多いですかね。あー、はい。でもすごく疲れてますね。あ、そうですか。この辺痛いですよね。痛い。はい。目の疲れの取り方が分かんなくて、はいはい、寝ればいいんですかね、はい、遠くを見るといいです。遠く、はい、近くを見てて目が疲れてるので、うん、遠くを見てあげればあの目の筋肉は休まりますね。空とかですかね。空とか、まあ、なるべくそのそうですね、景色で遠くを見る、うん、はい、まあ、あの部屋、狭い部屋だったりとかして難しかったら、はい、目を寄り目にしたりとか、どこにもピント合わせないで、うん、ボーッと力を抜いた状態で見るみたいな、はい、ただ目閉じるとかよりもなるべくこうその遠くを見てるような目をするっていうのが大事なんですね、うん、近くのものを見るってことはそういう形にこうピントを合わせて筋肉を緊張させてますので、うん、それをやめるっていうことがいいわけですね、うん、温めたりとか目の周りのマッサージももちろんいいです、うん、こういうふうにして軽く叩いていったりとか、うん、ツボがこの眼下のところですね、沿ってこういうふうにありますので、うん、こういうふうに眉のところとか前目の下のところですね、特にここですね、この響くところありますよね、はいはい、黒目の下のところ、ここにこう手を置いて四拍っていうツボですけれどもね、はいはい、これをグッと押すと響きますね、目の疲れ取れます、うん、ここもそうですね、目頭のところ、はい、グーッと響きますね。でこういう目のツボの刺激するとですね、はい、あの特にこの上の方のところですね、眉のそばとかそうなんですけど、うん、マイボーム腺っていうあの、はい、目に油分ですね、油を出す腺があるんですけれども、結構基本的に潤い不足っていうと水分が足りないようにばかり思うんですけど、はい、油分の方が特に足りてなくて、はい、目から水分がなくなりやすいんですね。油分でコーティングしてあげると水分が出ていきにくいですので、はい、のマイボーム腺を刺激して目のその潤いを出していくということですね。ですね。痛いですね、はい、大丈夫ですか？はい、はい、
もさっきよりここ鎖骨の影が濃くなってきましたね。うん、で右よりも左の方がこう今左のね頃にやっていったので、はい、ここもすごい硬いですね。ここが張ってるとどうしてもあの腕が、はい、位置が悪くなってきてるので、あ肩こりもひどくなりますね。たたた、大丈夫ですか？はい、耳どうですか？耳初めての感触、はい、気持ちいいです。気持ちいいですか？はい、あ耳気持ちいいですね。耳もあの、はい、腎臓と形が似てるので、はい、腎形の、 あの弱りには耳刺激いいんですね。冷えがある方とか、あのなんか疲れを感じるような方には耳いいですね。あとは側頭筋の緊張を緩めるので頭痛のある方にもとってもいいですね。
耳は痛くないですか？あ、若干今痛い。ちょっとこうやって折り曲げると痛いですかね。はい。辛いほど痛くはないですか？そうですね、はい、少し痛いなぐらいな感じですかね。はい。よりここ痛くなくなってきますよね。あ、確かに、はい、痛くないですかね。ちょっと痛い。ちょっと痛い。はい。この辺硬いですね。挟みます。頭の感じどうですか？気持ちいい、はい、お、やっぱり頭皮硬いですね。あ、
と痛いですかね。はい、あそこ痛い、ここ硬いですね。すごく硬いですね。ちちちち、頭痛くなるときってどの辺痛くなりますか。あー、どの辺だろう。こめかみの方ですかね。やっぱりこっちなんですね。首の方から来てると思いますね、これ辛いですかね。ちょっと嫌な感じしますかね。あ、どうでしょうか。あ、大丈夫。大丈夫。同じようにやってますけれども、はい、どうでしょうか。あ、さっきより痛みがないです。そうですね。私よりも肩下がってきましたね。今右まだ結構、左がまだ結構上がっているので、はい、左右差があるような感じですね。こう、こっちの方がきついですかね。この辺辛いですかね。はい、ちょっとここら辺も同じようになりますね。これ大丈夫ですかね。はい、はい、ちょっともうちょっとこっちですかね。はい、楽にしてくださいね。はい、大丈夫ですか。ちょっときついですか。はい、腕の肩が気になりますか。そうですね、肩が気になります。こうだったらどうでしょう。あ、大丈夫ですか。はい、はい、
同じように押してますけれども、はい、どうでしょうか。ちょっと痛い。まだ痛い。さっきに比べてどうでしょう。ああ、はい、全然我慢できるようになってきます。そうですね、はい、下ろせる感じですね。左右差が、肩が下がってきましたね。うん、やっぱりちょっと咳込みやすかったりとかありましたけれども、うん、今こう呼吸の感じはどうですか。あ、確かに咳が、はい、しなくなりましたね。そうですね、はい、楽です。はい、さっきもちょっとこう当たるだけで、うん、おおってなるぐらい、うん、どうですかね。今はあの筋肉が肩が下がって、はいはい、首の軌道が確保されている感じになってきたので、うん、楽でないですよね。はい、はい、腕も今結構グッとやってるんですけど、うん、最初に比べると痛みが自分、はい、軽減してるんじゃないでしょうか。そうですね、ええ、ちょっと痛いですけど全然気にならなくなってきます。気にならないぐらいの痛みになってますね。はい、はい、はね、こう押さえただけですごく痛かったんですよね、うん、そうです、ね、でも今だとどうですか。押さえてる状態ですけれども、さっきと同じような感じですよ。痛気持ちいいです。はい、ここもあの最初さっきも結構ちょっと前まで、はい、この辺触ろうとすると首がグッと上がるような兆候があったんですけど、今ないですね。そうですね、この辺がほぐれてきたんですね。まだ痛いですけどね、はい、本当にひどい張り方だったので。はい、あ、首ですか。首というか背中が、あ、全体がもう良くなかったので何かしようとすると一緒にグッと持ってかれるような感じで、あ、うん、ちょっと何かあるとすぐビクっていうようなのがありましたけれども、まあ、だいぶそれがなくなってきて、はいはい、体に余裕が出てきたという感じですね。余裕というか、まあ、弾力というか、はい、バランスが取りやすくなったりとか、はい、動きやすくなったりしてると思いますよ。
だいぶ良くなりましたね。では一度拭き取って終わりになりますね。あと大丈夫でしょうか、うん、はい、失礼します、お疲れ様でした。お顔は感じどうでしたか？なんか柔らかくなりました。柔らかくなってますね。ほっぺたのお肉が、はいはい、こう触った感じすごい柔らかいんです。はいはいはい、普段と感触は、顔が凝ってると思わなかったとか、はい、うん、顔がこんな柔らかくなると思わなかったっていうふうにおっしゃりますね。最初の顔がこちらですね。はい、はい、やっぱちょっと少し怖い顔というか、ちょっと目の下のクマとかも、そうですね、分かる感じですね。人殺しみたいな。ちょっと老けて見えちゃうって感じもありますよね。これで見ると27ぐらいかなとかっていう、ちょっと上に見えそうな。はい、割って撮ったお写真、こちらなんですよね。可愛くなりましたね。ほっぺたが、あの赤くなってます、ね。あの、そうですね。目の下とかも明るくなって、はい、はい、こう目がパッチリして表情も柔らかくなって、うん、若くなってますよね。クマも薄くなりました。クマも薄くなってますよね。これで見るとなんか二十歳成り立てぐらいなぐらい、はい、全然年齢がね違って見えるなっていう。そうですね、肩もね下がったんですよね、最初に比べてね。透明感があっていいですね。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。